学園ジュブナイル電気シリーズ、今井秀峰監督最新作、学園ジュブナイル電気アドベンチャー RPG、 魔と紅遊撃隊。舞台は現代東京。ある日、紅学園にやってきた一人の転校生は悪霊に襲われる。それを助けたのは遊撃者と呼ばれる悪霊退治を生業にする者たち。主人公はゴーストを見て戦うことができる才能を見出され、遊撃者でアルバイトをすることになる。キャラクターデザイン、倉花千夏。いいわ、私が付き合ってあげる。俺がサポートする。ようこそ我が遊撃者へ。個性豊かな多数のキャラクターが仲間として登場。五感入力システム、通常の選択肢だけではなく5つの感情と感覚を組み合わせて会話を行う五感入力システムでキャラクターたちとの関係を深めよう。新たなアニメーション手法ゴースト、滑らかに動くキャラクターたち、時間の流れやキャラクターの息遣いまでも本作では表現する。さらに VR 技術によって背景は360度に描かれ、よりリアルな情景を生み出す。チュートリアル、バトルパートでは各種チュートリアルが用意されているので、新人バイトでもすぐに戦える。行動予測、本作のバトルはゴーストの行動を予測した戦い。ウィジャパッドと呼ばれるガジェットを使いゴーストの行動を予測せよ。行動実行、行動実行フェーズでは予測した行動が実行される。予測通りにゴーストと遭遇すると攻撃開始。全ての行動を予測しゴーストを倒せ。本作では遊撃者が全ての活動拠点となる。 PC、 遊撃者編集部のパソコンから裏サイトへアクセスすると様々な依頼を受注することが可能。フリーバトルでレベルアップを図れ。ブリーフィング、依頼受注後はブリーフィング開始。バトル前に除霊地点のマップを確認し罠の配置などを行おう。訓練、仲間と訓練して技術や特技が習得できる。コンビニエンス 4-B MIT、 食品や除霊に使える日用雑貨を購入することができる。素材を集めて新しい武器やアイテムを開発することも可能。ボードゲーム、遊撃者編集部の仲間とボードゲームを遊ぶことができる。ボードゲームで使用するキャラクターカードはジュブナイル電気シリーズのキャラクターデザインでおなじみ小林美里による書き下ろしイラストを使用。また同じくシリーズサウンドを手掛けた新田隆の楽曲も使用されている。新たな学園ジュブナイル電気が今ここに。魔と紅遊撃隊。プレイステーション3とプレイステーションビータにて4月10日発売予定。戦いの時は宵闇とともに訪れる。初回予約特典は東京ウォーカーとコラボした遊撃ウォーカーがついてくる。今すぐ予約をよろしく頼む。